それではぼちぼち時間になりましたのであの普段だったらとも子さんに感謝をお願いするとこですけど Zoom、えー、の皆様が外の鑑賞はあまりよく聞こえないということであの私の席の方で感謝にならせていただきます。それでは、えー、今日のお参りを鑑賞で始め始めさせていただきたいと思います。 それではこの1月9日最初のですね条例講座2022年の最初の条例講座をただいまより始めさせていただきたいと思いますまず多分皆さんとお会いしたと思うんですけどもし,もし会ってない方があればあの明けましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いします それでは、えー、今日のお参りを黙「木想とお念仏」で始めさせていただきます。 皆さんの合唱をお願いします。n それではですね、えー、引き続き、えー、皆さんと一緒にご一緒に、えー、私たちの誓いを配読したいと思います。えー、っと読めますか画面見えますか小さすぎる ちょっと待ってください。会場の皆さんの画面が小さいかもしれない。もうちょっと。これぐらいだったらどうですか、はい、それでは一ご一緒にいただきたいと思います、えー。私たちの誓い、自分の殻に閉じ込めることなく、穏やかな顔と優しい言葉を大切にします。 微笑み語りかける仏様のように。むさぼり、怒り、愚かさに流されず、しなやかな心と振る舞いを心がけます。心安らかな仏様のように。自分だけを大事にすることなく、人と喜びや悲しみを分かち合います。慈悲に満ち満ちた仏様のように。 生かされていることに気づき、日々に精いっぱい努めます。人々の救いに尽くす仏様のようにと。生んだんです。それでは引き続き、言語12来をですね、一緒にいただきたいと思います。12来はあの手元の聖典でも、紫の聖典だったら63ページになっています。

しょれごがちょうだいみなそめんぜんじょにょまがす <music> いごゆにょせんにじがす 요뇨 탱크시라 봉가 조나미다 소 카논 조다이 칸치우지 제제메 소쇼가

オサリヤグトグジザイオガチョライミダソジモミョモモサシュ無料ショマジョサ Cheers. Sure.

그녀 새가 되여로 이시사지보가조 니 맹겨 가셔가니그지시오어니흐니시 どうして マスクしなくても皆さん大丈夫ですかあの、だいぶ遠く離れてるので大丈夫だと思います、えー、それではですね今日の、えー、お話をご縁をいただきしばらくお話をさせていただきたいと思いますが、えー、皆さん 会場の皆さんにとっては画面があると気になってしまうので、一応画面を消しました。まず最初にご三代をいただきたいと思いますので、これはですね、この連領承認、八代目の修修連領書にお書きになられたご文書の手紙であり、承認一流書っという 賞を拝読させていただきたいと思います。小に一流の御関係の趣は、新人のもって本当せられそうろう。その故は、もろもろの造業を投げ捨てて、一心に皆に奇妙すれば。 不可思議の元理義として文の方より、王女は事情をせしめとも、その暗い一年復帰入賞上始術とも尺し、その上の庶明年武騰、如来我が王女を定めたまいし、 ご法人の念仏と心うべきなりあなあかしこあなあかしこのまんのうすのまんのうすななこの「承認一律承」という手紙なんですがまあ要はこの煉獄承認が この浄土真宗の御教えではまず一番大事なのは私たちが「信人」という言葉ですねこの阿弥陀様のお慈悲にお任せする心そしてそのお任せしたら自分が必ずお浄土に参らせていただきそしてその後のですねお念仏は今度感謝の念仏になるというんですねこの自分の えー、行くところがしっかりと分かりその後はもう感謝で念仏を唱えるっていうことが、まあ、この「承認一流承」簡単なお、えー、内容の説明ですが、えー、実はですね今日は、えー、自分の立場をかか変えて考えるっていう、ねえー、話を少ししたいと思うんですが。 あのまあ皆、えー、さん、まあ、中には、えー、聞いたお方もおられると思うんですが私の叔父がですね、えー、去年の末から、えー、入院してたわけなんですまあ、えー、ちょっと重い病気であの、まあ、今は、えー、昨日一昨と一昨と一昨おととい 退院することはできたんですけど、まあ、今はそのメイプルスというですね、すぐ近くのシニアホームで、えーまあえー、養生しているわけなんです。でそこでですねおじ、えー、がですね、入院する前にですねこれはあのなんか結構どこの施設も共通することだと思うんですけど、えー 口癖のようにっていうほどでもないですけど、えー、結構ですね食事の文句を言うのが、えー、日常生活にあったわけですね、えー、まずいとかあの特にこの最,最数年の間だんだん食事がまずくなってるとね王子がずっと言ってたんですよところがですね入院したら今度病院の 食事はもっとまずいということで今退院してようやくその今の施設の食事をありがたくいただくようになっているわけなんですね。そういうことがでその入る前と入った後の差があったわけなんですね。あの立場を変えるとぐらっと見方も変えるわけなんですね。そこでですね私もあの これもだいぶ前なんですけど、私がまだオンタリオ州にいた頃なんですがあるこれ年末だったんですがあ,のある時に、えー、青少,少年の刑務所に呼ばれたことあるんですよ。えー、それが何かというとその刑務所ではあの、えーまあ、一,一貫の刑あ一んの プログラムとしてですね、宗教を学ぶう会があったらしいんですよ。で、そこの中であの若者たちが仏教,仏教の僧侶に来てお話ししてもらいたいっていう依頼があったので、私が連絡が私のところに来て行くことになったんですね。それがこの Godrich Ontario というところにあって、あの、 皆さんもご存知か分からないんですけどよくこの刑務所というのはちょっと離れているところにあるわけなんですね不便なところにあるわけなんですよでそれこれもその場所も同じようにトロントから大体23時間ぐらい離れているところにあったわけなんですねであの私がそこに出張という形で行かせていただいたわけなんですで行ったらですねやっぱりあの刑務所ですから非常にチェックがる 厳しいんですね。まあ、事前にまずそのポリスチェックといって,言って自分が犯罪者じゃないっていう、ね、チェックもあってそれに着いたらですね持ち物とか全てチェックされて、えーえー、やっと入れたんですが入ったらですねその普通の若者たち8人か9人ぐらいいたんですけど、えー、一見普通に見えるんですけどやっぱり話を聞くとですねそれで、 あのやっぱり薬物にあの手を出してそれで、えー、その中毒になって犯罪を起こした子が多かったんですねまあそれ、まあ、いろいろ、えー、話し合ったりして、えー、彼らも割と熱心に話を聞いたんですがその後でですねあの食事が出たわけなんですね。 でそこの時にですね、私はもう一つその分かったのはですね、まあ、もちろんその仏教にも興味あったと思うんですが、えー、この若者たちにとってですね、その特別にこうゲストが来た時に食事会を開くことができるわけですね。で、しかもそれはその刑,務所刑務所の食事じゃなくて、 あのその日には特別に、えー、近くのガードレスというちっちゃい、まあ、村です、ね、の中華料理から出前を頼んだわけなんですね。でその若者たちと一緒にその中華料理をいただいたわけなんですがまあトロントは割とリチこのリッチモンと似たようであのチャイニーズが非常に多いので。 えー、中華料理というと、まあまあ、リチウムにいたらどこでもねおいしい中華料理あちこちあるわけなんですけど、田舎町のです、ね、ゴジュースという家、1、まあ、軒しかないわけなんです、中華料理。しかもその味っていう、まあ、私たちがよく言うウェスターン・チャイニーズ・フー d ですねあの。西洋化されたチャイニーズ・フードですね。 こっちの白人の人が食べるような、あまあ、それ、差別用,用語になっちゃうから、まあ、とにかくそのあの、ウェスタナイス・チャイニーズ・フーですね、だったわけなんです。で、私がそれをね、あの見た瞬間、ああ、これはあんまりおいしくないだろうなと思ったわけなんですよ、ね。で、実際に食べてみたら、うん、確かにそ、そ、うんなね、あの、 私にとってはおいしいとは言えなかったからでもそれはですねこの男たちにとってはすごくおいしいっていうか特別な食事だったからその目をでね何、うん、て言うの輝いてたんですよ食べてるときねでそのとき自分がなんと愚かも自分がですね、えー、悪いものだなと感じたわけなんですよ。 こうやって自分がね、見下して、この、自分の中ですよ。こうやって、えー、見てた料理が違う立場からしたら、これ以上にないごちそうっていうね。それではまあ反省することになったんですが。 これはですね、なぜこの話をしているかというと、もちろんその立場を変えるということなんですが、あの、昨日、実を言いますと、私たちここ、まあ、ズームを通してですね、日曜学校あったんですよ。あの、今はですね、この日曜学校を土曜日にしてるんですよ。えー、以前は日曜日にしてたんですが、今、こうやってズームで日曜日にお参り2回やってるので、 子どもたちの分も日曜日にするとあんまり時間が取れないわけなので土曜日にずらしたわけですよ去年から。で土曜日にやってるわけなんですけど、えー、今年初めての日曜学校のお勤めがあってその前に日曜学校の先生とですね相談してまあ,あの改めて、えー、年始だからこの仏教の根本の教えから。 ちょっっとまたもう一度入っていこうとでこの根本っていうと、まあ、死体発祥度っていうねあの仏教の最も根本のお釈迦様の教えがあるわけなんですね。でその死体っていうのは4つの真実なんですね。でまずその苦体といって人生に苦しみがある。 ね、そしてその苦し次,の,次その苦しみの原因を考えるそしてその次はその苦しみから逃れる悟りの境地があるで最後はこの発祥道というこの悟りへたどり着く道があると、ね、そういう、まあ、死体発祥道なんですがその中のまず具体を見たわけなんですね。 で今までですねよくその子どもにとっては、えーまあ、4つの大きな苦しみというのは小老病死なんですね、えー、生まれることそして年を取ることそして病気になることそして死、ね、亡くなることが大きな人生大きな 4つの苦しみであるっていうことを一般的に話すわけなんですがよくですねやっぱり子ども相手にするとこの死に関してはあんまり強調しないっていうか子どもは死からだいぶ縁が薄いっていうことであんまり話さないわけなんですよ。でも昨日その二小学校でそのまあまず 病気から入っっていったんですねで子どもたち聞いたんですよ。みんな病気になったことあるかっていうともちろんみんな,みんな子どもたちが手を挙げたわけですね。そして今度その年を取るっていうことでまあ年寄りの人知ってますかっていうとみんなおじいちゃんおばあちゃんとかいるわけなんで知ってるとですね。そして今度死に関して興味あったので聞いてみたんですよ。 でまあ、ズームの画面見てるとですね実際に、えー、去年一昨年でお,おじいちゃんを亡くしたあ子どもたちをズームで見えたんですよもう私は知ってますから葬式はしたわけなので、えー、そのだから死,を死とはですね、うん、若い小学生の子どもたちでも直面しているわけなんですね自分のおじいちゃんおばあちゃんおじいさん あ中にはあのペットをなくした、ね、だからあの死っていうのは今まで自分はそのもっと大人相手に話してるのは子どもたちも直面してると。でそこでですねあのいろいろ話して結局自分が死,に死から遠くても周りの人が亡くなったりあるいは周りの人が苦しんでる。で これをですね、自分が何をできるかっていうことの話になったわけなんです、ねね。その苦しんでるものを見ればですね、このその人たちにどう何をできるか。そしたら子どもたちが考えてですね、まあ、食事を与えることができる、あるいは手を握ることができるとかいう,いうわけなんですね。そしたらですね、それを考えてみると、この死体発症度自体の 見方をちょっと変わっていったわけですというのがですねよくこの死体発症度、まあ、特に人生には苦しみがあるっていうのは自分の苦しみっていうふうに考えることが多いんですね。自分,の自分が年を取っていかなければ自分が病気になっていかなければそしてもちろん自分の死ですね。でもよくよく考えてみたらですね もっと大事なのは自分よりも他の病気他の年寄り他の死の方が仏教からしたらひょっとしたらもっと大切ではないかというふうに気づかせていただいたわけです。なぜかと申しますと自分が病気になったり自分が年取ったりすることは自分には何もできないことなんですね。亡くなっていくこともそうですけど。 なったらもうなるしかないんですよ。ね、でも他の人が苦しんだりしていると自分が何かできるわけなんです、ね。手を差し出すことができるわけなんですね。ですからこれがですね仏教でいう慈悲の心なんですよ。でこれが阿弥陀様の働きなんですよ。先ほどいたレいニ蓮如上人の手紙ですけど。 この信心というのは、まず最初に自分は阿弥陀様にお任せする。この阿弥陀様の慈悲によって、自分は必ずお浄土に参らせていただける。で、その後はですね、感謝の心というんですね。仏塔の奉者、この自分がいただいたこの阿弥陀様の働きを今度、周りにも分かち合うようにすること。 自分だけじゃなくて周りの苦しみの時には何ができるかとねこれが非常に大切ではないかということに考えるようになってやっぱりこの死体発祥度も見方が変わると自分の死体発祥度じゃなくて他のための死体発祥度になるんではないかと。そそしてまた自分がそれに 何ができるかとそれが、まあ、この日曜学校というか子どもたちの会を通してですね気づかせていただいてあこういう考え方見方があるのだなということを皆さんに今日ちょっと少し分かりお話しさせていただきました最後になりますがもう一度皆さんと一緒に念仏を唱えて今日のお参りを終わりにしたいと思います。 生アミラブツ、生アミラブツ、生アンダブツ、生アンダブツ。ダブツはい、どうもありがとうございました。会場の皆様も、あの、ズームで参加されている皆様も。えっと、ちょっと待ってください、これを。 もしよかったらあの会場の皆さんここに来たらちゃんと映りますけどねはい前に来たら映りますありがとうございました皆さん あ島田さん、こんにちは。ありがとうございました。ありがとうございました。聞こえない。マイクに喋ってないから、はいあ。坂本さんあり。えー のここにしゃべらないと。このマイクにしゃべってください。そして、下に下げて。おはようございます。おはようございます。お元気でいらっしゃいますかはい,はい。お大事に、今日はいいお天気だから、散歩でも<さ>足を気をつけて,いらっしゃってください。<laughs> じゃあまた。 お会いしましょうそそこに立つと説教し,しないとダメだよって言って <laughs> 皆さんどうですか何か話されますかズームの皆さんに<え>ここへ立ってこのマイクにおはようございますあ聞こえてますよどうぞあの画面見たらあちょっと待ってください

はい、ありがとうございます。はい、というわけで、皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます皆さんありがとう。はい、<laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。